ここで笛です。4対2、マンチェスター逆転で試合に決着をつけました。勝利です。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。どこでね、勝負がつくかわからないぐらいでしたからね。なるほど。マンチェスターとしては自分たちのサッカーがやっぱりしっかりとできたってことですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。マンチェスター逆転で試合をものにしています。